那須川天心さん、というか、まあ、那須川天心が、なんかこの天心語録っていう本をね、発売したということで。はい。1400円。高いの。で、なんか出したと。で、これだって、まあ、ちょっと忙しくて読めてなかったんですよ。ほんで、インスタのなんか、那須川天心のストーリー見てたら、各著名人が、この、天心語録を紹介しててね。著名人のこの見開き1ページ目に、天心からのメッセージみたいな。なんちゃらさん、去年はお世話になりましたみたいな。また来年も仲良くしてくださいみたいなのが直筆でメッセージ送ってるみたいな。で、丸をインスタに上げて、天心さんも引用してるみたいなやつがあって、で、あ、なんか俺もなんか書いてくれてんのかなと思って、見たんですよ。ほんならですね、粗品へ、カントン先輩、早く髪切れや。これからも仲良くしてな。舐めとんか!おい、なんやねんこれ。カントン先輩って、ほな、お前も関東方形のことなるよ。それ言葉遣い気つけてよ。関東方形じゃないでしょ、わからんけど。まあ、髪切れやってよう言うけど、那須川天心最近。まあ、ちょっとね、なんか半年ぐらいで急激に那須川天心さんとは正直仲良くなりまして。はい。で、なんか、で、僕年上なんですけど、タメ口とか使ってきて。生意気ですよね。多分、殴り合いとかして僕が勝つんですけど、はい。まあちょっとこう、なんか舐めたこと言ってたんで、まあどんなもんやろうっていうので、この、天心語録、名言がいっぱいあるんでね、はい、紹介したいと思います。なんやねん、この、ほんで、パッケージの色。気色悪い。ピンクと緑の、グラデーションで、なんじゃこりゃ。世紀末に食料がどんだけなくなっても、セブンティーアイスの自動販売機にこの色のアイスだけ残ってるやろ。売り切れてへんやろ、この色のアイスだけ。なあ。何これ。まあ、天心語録ちょっと見ていきたいと思います。はい。天心語録。格闘技は数学なようで国語な気がする。体育やろ。数学でも国語でもないわ。体育だろ、バカタレ。絶対体育だろ、格闘技。数学なようで国語な気。いやー、太鼓やけどな。何を言ってるんですか、天心さん。ほんで、通学やろ、ほんで。国語?あ、まあなんか解説みたいに書いてますね。国語は複数の答えがあるという。あ、まあ、これ、皆さんお買い求めいただいて、天心さんがなんでこういう名言を残してるかってのをちょっと、見てください。はい。太鼓やけどな、普通に。とかね、まあ、一親が時間をかけて育ててくれたからこそ、今がある。お前、小学校20年行っとったんか?なんやねん、そのフレーズ。時間かけて育ててくれたってみんな一緒やろ。お前だけ小学校20年行ってたんか?ほんなら時間かけて育てるけど。な。いやいや、あなた同い年の人と一緒ちゃう?どういうこと?愛情持ってってこと?それいい話ってこと?あ、解説ありますね。格闘技の基礎を一緒につけ、あ、まあ、これは皆さん買ってください。はい。もうなんかようわからんことをね、このように言うてんな、とかですね、あとは、まあ、みそかイコール、那須川天心と思っている。どこがやねん!全然ちゃうわ。六曜っぽいけど、那須川って、なんか、その、大晦日的なこの、その時にしか使わん感じっぽいけど、なんやねん、那須川って。いや、ま、その、雷神、とかね、確かに天心さんのイメージあるけど、うん、大晦日イコール言い過ぎちゃう、うん、普通に大晦日イコールって、うん、言い過ぎちゃう、とかですね。僕はなるべくなら人を殴りたくない。何してんねん。じゃあどういうことやねんお前。いや、めちゃくちゃ殴っとるから、ボコボコに。そうなん、人殴りたくないの。え、試合に関しては、まあ、そういう競技なので割り切ってるわ。なるほどね。まあまあ、そうか。すみません、野暮でした。いや、びっくりするな。その、人殴りたくないってめちゃくちゃ殴ってるんで。足まで出してるんでね、最近まで。はい。ラスト。新語録。メイウェザーにパンチは当たりそうだなと思った。嘘つけー!嘘つけや!全然当たってへんかったかな!なあ。
メイウェザーにめちゃくちゃ負けとったからな、あんた。なんやねん、これ。メイウェザーにパンチを当たりそうだなと思った。嘘つけー、買ってこい、ほんなら。なんやこれ。あの、天心語録、皆さん、買ってください。一応、値段が、なんぼやっけ。税別で1400円ということで、激高なんですけど。いいのもあったんですよ。ちょっと待ってくださいね。めっちゃいいの一個紹介して終わります。はい、ないっすね。